DJ セロリーカモス。ただいま久しぶり戻ってまいりました。2006で DVD で見てた人と今こうやって戦えることに上がってる。別に俺たちは説教しに来たわけじゃねえ。お前らがは稽古に手も足も出ねえからぶつかり稽古しに来てやっただけの話。フォークストレートに来いよ。いや、ある理由はどうあれ、お前はダンジョンのモンスターという役割から逃げたんだ。放棄した現場、今さら戻ってきても席は用意されてねえんだよ。 R メンバー、やるのは初めてだな。存分に楽しめ。やるからには潰すのがモンスターの使命だ。いや、やってやるよ。見たいんだろ、ダジャレとライムの違いだよ。OK、 潰すのが俺の使命。いや、こいつらまだ手のかかる赤ん坊を惜しめ吐いてるようなもんやで。俺はダンジョンの場から逃げたんじゃない、次の前羽ばたいたんだ。なのにな、お前らが出て視聴率下がった、そのケツを吹きに来ただけや。わかるか、温存しすぎて燃えかすになってるやんけ。それで壊れたんか。いや、分かってないな。ダジャレとライムの違いも分かんねえのか。布団が吹っ飛んだ、これはダジャレだ。布団が俺に吹く強烈な追い風に乗って吹っ飛んだ、これはライムだ。分かるか、ライムっていうのは踏んでる部分だけじゃない、そこまでのプロセスに全てをかけなさい。分かってんだろ、モンスターに戻ってこい。ついでに今吹っ飛んだ布団も取ってこい。レッツジャッジ。青、赤、青、赤、3対2、勝者2代目モンスター、フォーク。